動画、今日の藤波の153キロスプリット W。すごい。いやガチですごいよ。なんでそれが続けられないんや。ローザー藤波爆誕。なんでこれで8失点もしてしまったんや。ストレートとスライダーが回転数がかなりクソで、3回から早々に LA 打線にスライダーに的絞られちゃったね。1球目カットボール、2つともスプリット。これから期待はまだできる。大谷には159のまっすぐを弾き返されたらしい。やっぱリリーフだよ。1イニング全力ならいけるやろ。これ投げられるのに爆発炎上するんだから大変やな。エンゼルスにだけめちゃくちゃ弱いとかやったら大好きなんやけど、この時は良かったんやけどな。大谷に打たれたタイムリー、ほぼ同じとこに2球連続ストレート放ってるやん。そら打たれるやろ。地球がどうしても治らんな。もうランナー相手もクイック戦型がええんちゃうか。盗塁警戒でクイックしてもそのせいで四球出すなら意味ないよな。ストレートもえげつない球投げる時あるからな。良い意味で、あれを維持できたらマジでナンバーワンピッチャーになれるのにな。まあそれができたらオークランドなんかにおらんよ。藤波はこれくらい投げるし打たれるぞ。不思議やけどそうなんや。チナ防御率は30点台や。エンゼルスで中継ぎやれよ。なぜこれを3イニング目もできなかったのか。NPB 時代からリリーフ適性あるって言ってるのに誰も聞かんかったな。制球定まったら大谷よりヤバそうやな。その制球が難しいんやが。自己紹介としては最高の初登板だったな。藤波の全てが詰まってる。つまりいつも通りの藤波だったんか。三振シーンだけ切り取った迫力は相変わらず一流メジャー選手なの笑う。